ここが言ってたルーンの遺跡、試練の儀式の場所か。はい、昔聞いた通りです。レンズの祝福を願うツリーフォークが訪れる場所。五郎様が大地に永遠に根付くためにこの試練を超えたのだそうです。レンズの祝福ですか。ルーンの遺跡が何の目的で作られたかはあまり分かっていない。時にはここのように何らかの試練、時には何かを隠すため、そして多くの場合は魔導レンズに秘められた力を利用し、特殊な仕掛けが施されている。詳しいね。ガーディアンって聞いたが。そうさ、私らガーディアンはルーンの遺跡の調査と探索、そしてそれらが破壊されたり荒らされるのを阻むために存在する。ああ、遺跡を荒らして金儲けとか、確かにダメだな。うん。まあ、私はそういう場所に生まれてそういう責務と共に育ったけど、どちらかというとこのルーンの遺跡が持っている特別な空気が好きなんだ。ふん、リーンのやつが言う太古のロマンかな。さあどうだろう、私は食後のデザートの次ぐらいに好き程度だけどね。それより急ごう。扉前には最近動いたような形跡があった。賊は先に入っていると思う。キャルラトーラ、頼む。わかりました。試練の始まりです。気をつけていきましょう。ノアさん、扉が開きました。床のスイッチで扉が動くみたいだ。通路が回転した。天地がひっくり返ってますよ。これを回して道をつなげていくのか。これじゃ奥に行くのは無理か。どこか別のところにスイッチがあるんだろう。
どこかで仕掛けが動いたか。これで動かなかった仕掛けが動くようになったかも。
この穴の奥にスイッチがあるみたいだ。私らじゃ抜けるのは無理か。でも僕なら。大丈夫、怖くない。大丈夫か？よいしょ。寒い、凍ってきたぞ。急がないと動けなくなっちゃう。五郎様の命がかかってるんだ。負けるもんか。ノアさんたちを待たせてる。急げ。ん？この紐は引っ張ってみよう。敵！どうしよう。よし、あの箱に隠れて。やっとスイッチにたどり着いた。大丈夫だったか？途中で悲鳴が聞こえたが。はい、全く大丈夫です。先を急ぎましょう。
Thank you.